虫は、江戸川乱歩が表した、中編小説である。改造者の雑誌、改造の昭和4年9、10月号に連載された。当初、博文館の雑誌、新青年1929年5月号に、虫の字を二十字詰め4行に並べる、という形で予告されたが、翌6月号では予告したものが書けなかったとして、代わりに、教えと旅する男が掲載された。 乱歩は以前から改造史からの原稿依頼を受けていたが、最初に執筆した印獣は長くなりすぎたために掲載を拒否されて新青年に回されることになり、次に執筆した芋虫は反戦的、反軍的とも受け取れる内容であったため、発禁の恐れがあるとして改造からは拒否され、再び新青年に回されることになった。このような事情のため、 新青年に予定されていた本作が改造に回されることになったものである。エンジン描写の主人公、まさき愛蔵は、友人の池内の紹介で、初恋の相手である、人気女優の木下不要と再会を果たした。初恋を再燃させたまさきは、ある時不要に、自らの思いを必死に伝えたが、彼女は彼をあざけ笑っただけであった。数ヶ月に及ぶ、不要とその恋人、 池内の相引きのストーキングの果てに、彼女への所有欲を抑えきれなくなったマサキは、ついに不要を殺害し、自室である土蔵の二階にその死体を連れ込んだ。しかし、マサキの思いとは裏腹に、死体は虫に侵されて、急速に腐ってゆく。彼は死体に、防腐処理を施そうとするが、素人にうまくできるものではない。次第に、マサキの精神は蒸気を一してゆく。年に、 オムニバス映画、乱歩地獄の一編として映像化された。ありがとうございます。